こんにちは、ゆうけむらです。動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は昭和の日で祝日なんですが、朝からメール対応とオンライン会議が日本で、今ちょっとご飯を食べてですね、ちょっと休憩中だったんですけども、僕も利用している SNS でグルドンというものがあるんですが、グルドンのタイムラインにですね、キャノンのカメラがウェブカム化できるよというですね、つぶやきがありまして、緊急事態宣言後ですね、リモートワーク、お家で作業する方も増えてですね、会議もオンライン化して、スカイプとかズームとかもありますけどね、これをやるときに自分の顔をこう映して相手に見えるようにするわけなんですが、パソコンやスマホ、タブレットに、カメラはついてますけども、解像度だったり画質が悪いということで、ウェブカムをね探されている方も多いと思うんですが、コンパクトで画質が良くてお手頃な値段でってなると結構ね、在庫がなかったりするので、今回はですね、キヤノンのカメラをお持ちの方、全てではないですが、僕はこの EOS R をたまたま持っておりましたので、これをですね使ってウェブカム化できるかちょっと挑戦してみようと思います。まずですね、このサイトにアクセスするんですが、 EOS Webcam Utility ベータバージョンということで、ちょっと見ていきましょうか。1から6の手順があるんですが、この下からですね、自分の持っているカメラをチョイスすると。僕は EOS R なので、 EOS R にチェックを入れて、このソフトウェアの概要から選ぶのか、ドライバーがないのか。残念ながら Mac のドライバーがなかったので、 ASUS のラップトップでトライしてみようと思います。これがね、さっきと同じページなんですけども、 EOS R をね選択します。これでソフトウェアが Windows 10の 64bit で、やっぱりね Windows のドライバーはちゃんとありまして、これをセレクトします。すごい軽いファイルですね。これでセットアップ完了ですね。ASUS の VivoBook もですね、インカメラがついているので、この1台で完結するんですが、解像度はね、あまりよろしくないので、今ね、この PC にインストールした EOS Webcam Utility Beta を使って EOS R に切り替えてみようと思います。EOS R の左側側面なんですけどね、マイクのところを開けることがあっても、ここはねまだ開けたことないんですけど、ここに HDMI と USB-C をねさせるポートがここにあります。差し込んでおいて PC 側も接続します。 EOS R の電源をオンにします。EOS R の方で PC 接続が完了したアイコンが出てます。今ねこれ ASUS のカメラなんですが、ちょっとギターとか映した方がいいですかね。もう全然背景がボケることもないので、この状態から EOS R に変えてみようと思います。ウェブカムから変えてみますね。あれ、画面真っ白になっちゃった。この小窓ですでに綺麗なんですけど、ちょっと EOS R をもうちょっと手前に持ってきた方がいいかな。 ASUS のカメラだとこのギターとかねエフェクターがボケなかったんですけど、今 EOS R にすることでかなり背景がボケてますね。フルサイズでね、今これ RF レンズの 35mm を使ってるんですけども、やっぱり綺麗に撮れますね。今ねここに EOS R 種類の三脚に立ててるんですけども、 USB-C のケーブルでつなげて映してる状態になります。先日ね、ドリキンさんも登録者が6万人になってですね、本当にめでたいことなんですが、グルドンのね、諸先輩方、本当に情報共有がですね、早くてですね、しかも優しく教えてくれるので、僕みたいにですね、ATEM ミニ待ちの人もたくさん多いと思うんですが、EOS R がある人はですね、もう簡単にウェブカム化できるので、午後の会議ね、フルサイズでぶっ込んでみようと思います。はい、ということでいい情報をいただいて、フルサイズのカメラをウェブカム化してみたんですが、皆さんもですね、リモートワーク疲れとかそろそろ出てきている頃だと思いますが、こういうね遊びもあっても面白いんじゃないかなと思いますので、一人だけね会議の時に
綺麗な画質でバシッとね、あれっていう感じをするかもしれませんが、こういう遊びも楽しいかもしれません。また荷物が届きまして、キーボードを購入したんですが、また次の動画でね、開封していければいいかなと思いますので、もしよければそちらの方もお付き合いください。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。様子ウェブカム UTT ベータ版ですけどね、いいアプリだと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ゆうきまるでした。バイバイ。